Hey guys, my name is k w a m どうも、k w a m です。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、本日はちょっと残念なお知らせというかお話をします。えっ、ー、と、ついに私の、えー、身の回りでコロナウイルス感染者が、えー、出ました。えー、私の会社の人です。えっ、ー、と、その人はちょっとね、コロナウイルスに関してちょっと、なんて言ったらいいんですかね。なんか軽視したような発言をしていたりしました。 なんかね、あのー、注意力や想像力がちょっと足らなかったかなっていうふうにね、えー、思ったりします。で、その理由としては、あの、コロナなんて、風のちょっと強いのみたいなもんなんだからとか言ったり、コロナ禍にもかかわらず飲み会を頻繁に開催しようとして、えー、社員をね、えー、誘っ、うん。 を繰りり返ししておりましたである時はコロナで死んだ人なんか一握りのえ体の弱い一部の人だけなんだからさなど言ったりして飲み会にね誘おうとね、えー、してましたけどちょっとなんか誘い文句としてはあんまり良くないですねなん,なんだろうみたいなもうちょっと。 なんかあのー、いい誘い方なかったのかなっていうふうにね、思っちゃったりしました。まあいいや、あの、ちょっと、すいません、脱線しちゃいました。はい。ということで、あのー、その人はちょっと感染しちゃったんですが、えっ、ー、と、個人的にはね、えー、早く良くなってくれたらなっていうふうに思います。はい。えー、そうですね。なので、えっ、ー、と、私は、 えっと、濃厚接触者になるのかなと思ったら、なんとならないということが分かりまして、なんか一年前だったら私は濃厚接触者として判断されて大変なことになったというか、えー、っとね、うん、すごい扱いをされていただろうなと思うんですけど、あのー、今のなんか濃厚接触者の基準っていうのが、 マスクをしないで会話をするだったり、えっ、ー、と、密室空間に長時間一緒にいるだったり、同居をしてるとか、そういうふうにね、だんだんね、あの、いろんな情報が分かってきて、なんか基準がね、変化していってるみたいです。はい。えぇ、ー、気になった方はちょっとね、えっ、ー、と、濃厚接触者とか調べてみてください。はい。 うんまあ、なので、えー、っと、濃厚接触者でもなく、あと、会社からも休業命じられてないので、えー、っと、このまま出勤する感じ、出勤し続ける感じです。はい。えー、っと、それでですね、えー、っと、まあ、今、あの、可能な限り、えー、っと、 私の家族と、えー、居住空間を分けております。なので、今、寂しいんですが、家庭内別居中です。えー、っと、えー、っと、私のようなね、えー、環境にいらっしゃる方も多くいると思うので、えー、っと、ちょっと政府の方針をここで、えー、共有させていただきたいと思います。えー、っと、 新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項。えー、ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる人、かっこ感染者、以下感染者がいる場合、同居のご家族は以下の点に注意してください。1、感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける。2、 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方、括弧）一人が望ましいにする。三、できるだけ全員がね、マスクを、全員がマスクを使用する。さっきまでね、つけてました。で、えー、っと、四、えー、こまめにうがい手洗いをする。五、日中はできるだけ換気をする。六、えー、取って、のぶなどの共用する部分を消毒する。 7汚れた理念、衣服を洗濯する8ゴミは密閉して捨てる、えー、とこの注意事項のうち6に関してちょっと深くね、えー、説明書きがありますので、えー、深い説明書きがありますので、えー、読みます他のもねあの説明書きあるんですけど6だけねちょっとあの注意深くした方がいいというか、あのー、奥が深いかなというふうにね えー、思いますので、読み上げます。6、えー、取ってドアノブなどの共有、共用する部分を消毒する、えー、タオルや、えー、食器、箸、スプーンなどを共用しないことも大切です。えー、トイレやお風呂は水拭きするか、えー、家庭用の洗、家庭用の掃除用洗剤でもウイルス量を減らすことができます。 洗濯や食後の食器洗いを別洗いしたりする必要はないです。タオル、衣類、食器、箸、スプーンなどは通常の洗濯や洗浄を行います。感染者のものを分けて洗う必要はありません。ただし、洗浄前のものを共用しないでください。特にタオルは トイレ、洗面所、キッチンなどで共用しないようお互いに確認したいものです。えー、感染者が別の部屋で生活していてもトイレ、洗面所、浴室などを共用すると思います。ウイルスは物についてしばらく生存しているため、ドアの取っ手やノブ、ベッドク、ウイルスがついている可能性があります。 えー、0.05%の次亜塩素酸ナトリウム、カッ薄めた漂白剤で拭いた後、水拭きするかアルコールで拭きましょう。トイレや洗面所のあじゃああ清掃をこまめに行いましょう。えー、清掃は市販の、えー、家庭用洗剤を使用し、すすいだ後に、 0.1%、えー、の次亜塩素酸ナトリウムを含む家庭用消毒剤を使用します。はい。ということですね。えっ、ー、と、いろんなところ共有する部分を、共有共用する部分を確認し合い気をつけ合いましょうということですね。まあ、いた方ない部分は多々あるので、うーん それでも気をつけましょうねっていうことですね。はい。ということで、えー、今回はこんな感じで以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. Bye bye. 家庭内別居大変。うーん、寂しいな。